おはようございます。山田貴博です。たかちゃん TV をご覧の皆様、おはようございます。今ですね、朝の6時を回ったところでございます。なぜ今日こんな私が早起きをしているかと言いますと、今からですね、なんと今日は大阪で行われますあるイベントの方にね、コラボ動画を撮っていただきたいという依頼がございまして、今から大阪の方に行ってまいります。初めてのお使いみたいな感じで、ちょっと今日はね一人で行かなきゃいけないので、スタッフもいない中一人で、行ってきたいと思いますので、今から新幹線に乗って大阪の方に向かいます。眠たいです。はい、新大阪に到着しました。あ、今日僕を送迎してくれるマリノスの時の後輩深瀬君です。深瀬です、よろしくお願いしますマリナ朝早くから、はい、いい天気だな。しかし、はい、割と近いみたいなんで。あ、近いの？はい、30分ぐらいらしいです。そうなの。今からですね、フットサルイベントがありまして、実はそこにレジェンドチームということで、磯貝さん、本田康人さん、僕の同級生の七海博士、でドラゴン久保達彦、この4人がですね、一応そのレジェンドチームということで今回ゲストとして呼ばれているというところに、要はなんかサプライズで、割り込んでって、まあ、絡んでくれというような依頼でした。でそのために、大阪までやってきまして、段取りも何にもなくてちょっとアドリブでやってくれっていうことなんで、ちょっと僕もどうしようかなと思って、本田さんあたりが怒っちゃうんじゃねえかなと思ってね、ちょっと不安なんですけども、まあなんとか突撃ドッキリみたいな形で、頑張っていってみたいと思います。もうそろそろ出番です。皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そしてなんとですね、皆さんここでサプライズゲスト、もう一方。大丈夫ですか？いらっしゃいませんか？ちょっとごめんなさい。はい、ありがとうございます。マリノスより山田貴博さんでございます。ありがとうございます。芸人さんが言っちゃうっていう、全然サプライズじゃなくなっちゃったじゃん。まあ別に俺が出たところでサプライズにも何もなんないから逆に言ってくれてよかったんだけど。いやしかし本田さんも七海も久保君も全然体型変わんないよね。七海ちょっと太ったかなっていうぐらいの。磯貝さん痩せましたよね。磯貝さん痩せた。いや30キロぐらい痩せたっすよ。さあ負けないように、さあプレッシャーがどうでしょう。プレッシャーかけております。なかなか緊張です。さあ突破できるのか。さあ私、うまい、うまいですよ。ナイスシュート。さあここからアウト。一回キーパーに下げて、ナイスタッチです。お、ナイスタッチ、すごい。あ、さすがの下書き。うわぁ真面目か。さあ私できるから、このフィニッシュ。うまいな。うまかったですね。やっぱり一つ言えてることは、技術は落ちないよね。やっぱり技術っていうのは落ちない。体力とか走力であって、でもそういうものは年とともにもちろん落ちるけど、やっぱり一回身についた技術っていうのは落ちないよね。だからやっぱり
今のジュニア世代というか若い世代は小さい時に何をやっておくかということが、そこにやっぱヒントが隠されてるんでね。来ました、レジェンド。レジェンドの先輩。歯が抜けそうです。レジェンドの先輩。歯が抜けそう。もう僕ら世代で言ったらもう一番の天才ですからね。だからこの間永井さんと会った時もね、永井さんとね、もう永遠2時間ぐらい磯貝さんについて語ってた。今度磯貝さん出てください、チャンネル。よろしくお願いします。お願いいたします。恥ずかしいです。頑張ります。ドラゴン、久保君です。ドラゴンですよ。もうあの、架空の動物に例えられちゃうっていうセンターフォワードです。これ今度あのセンターフォワード対談っていうのを企画してますんで、ぜひ出てください。なんかあんまり喋るのが苦手だみたいな、得意じゃないみたいな、こっちで引き出すんで、よろしくお願いいたします。お願いします。アントラーズで何度も対戦されたかと思うんですけども、本田さんから見た山田さんのプレイヤーとしての印象を聞かせてもらっていいですか？印象か、俺ね、あんまり正直印象ないんだよね。正直なんか記憶にあんまり残ってないというか、記憶に残ってるのは外部からこう言われて、なんかこう武勇伝じゃないけど、なんかポルシェのディーラー行って、ここで一番高いポルシェちょうだいとかっていうのをなんかよそから聞いたことがあって、なんてやつだろうと思って、そういうのしかこう入ってこないんだよね。でやめてからもうなんかどっかでメロンパン売ってるらしいよとか、そういうのしか入ってこないから、そういうのがこう入ってるから、そういう理由かもしれないけど、あのプレイヤーとしての印象があんまり残ってないっていうか、ただ高校時代とかは、花見とかともよく知ってるから、その、なんていうの、うまい選手だったなっていう印象が残ってる。高校の時の映像、そっちの方が印象残ってるから。プロになってからの印象はね、あんまり噂でしか聞いてないから、プレーしてるんだろうけど正直残ってないのが正直なことだから申し訳ない。申し訳ない。今回、YouTube チャンネルでタカちゃん TV っていうのがスタートしたばっかりなんですけど、そこに対して何かコメントを最後にいただけたら。流行りに乗っかって YouTuber になるのやめようよ。まあただ、元神戸だったらラスムとかがね、YouTuber で成功してるから、それに追いつけ、追い越せで頑張ってほしいなと。もし何か機会があったら、僕もゲスト出演するんで、いつでも言ってください。ありがとうございます。プレイヤーとしてやっぱりね、マリノスのキーマンだしね。だから、俺がこう守備で当たることはほとんどないけど、まあ、ボール持ったらできるだけね、やっぱ取りに行ってこう、チームのプレーをしなきゃいけない。それだけ取れないというか恐怖がね、ある選手だったので、いやそういう記憶しかないよね。今回ね、YouTube チャンネル、たかちゃん TV っていうのがスタートしたんですけども、それに対して、最後にちょっと一言コメントいただけたら。必ず自分ももう一回出てですね、なんか少しでも上げたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、2番のお子さんのかなりうまい。さあ、キルボンでもキルボンできるのか、右サイドこう、ね、ドリブルでキープ力が凄まじいですね。ぶっちぎるのをいつも見てたから、まあ、ああいうドリブルしたいなと思ったけど、惜しい、ね、スピードがなかったから、まあ、なんていうんですかね、高校選手権のあれとかこう見て、少しでもね、こう真似できるようにこう練習してたのを思い出します。ナナミさんの、山田さんに対する印象って、プレイヤーとしての印象ってどんな感じですか？完全なるサイドアタッカーで、スピード、テクニック、パワー、まあ、全てを高校時代から兼ね備えていて、僕は大学に行ったんだけど、まあ、彼はそのままね、プロに行っても十分に通用してたし、試合も出てたし、すぐ日本代表にもなったし、
あのすごいキャリアだなと、いつも追いかけてました。清掃の時に同じクラスだったっていうふうに先ほど3年間で、ね、3年間おっしゃってて、今さっき高弘さんの方にも七海さんって高校生活どんな人だし人でしたっていうふうにさっき質問したら、2人とも全然勉強ができなかったから俺はいつも教壇の前の席に座らされて、先生に特に2年生の時と3年生の時席はみんなしてんのに俺だけそこなんて寝ちゃうからいつもあえても強制的にそこにいたんだけど、山田はね寝はしなかったけど勉強もしなかったから、あ練習って山田さんって結構されてたんですか？何よ、練習は結構されてた、練習はしてたね、あ練習はすごかったね、相手が1対1とか1対2とか数的どうするとか数的不利、そういう状況を自分でシチュエーション作って、でもう分かってても縦で突破してクロス上げるっていう形、あと切り込んで左足シュートっていう、その自分のストロングのある形作りはしてました。で今回YouTube チャンネルでたかちゃん TV っていうのがスタートされたんですけど、いやもう人生一度しかないんで、まあ、でも好きなことやればいいし、まあいろいろやってね、酸いも甘いも知った人生だと思うんで、俺は山田の元心配するとしても体だけ病気にならないでまあ俺にも言えることだけど、もう我々もアラフィフなんで50代近くなってきてるんで、体だけ気をつけてやってくれればいいなと思います。はい、大阪でのねコラボ企画終了いたしました。ちょっとね段取りに不備もあってサプライズじゃなくなっちゃった部分もあったんですけども、久しぶりにね、ななみや磯貝さんやね本田さん久保くんなんかにも会えて非常にね楽しかったです。主催していただいたね酒井さん本当にありがとうございました。またね今後ともたかちゃん TV、もろともよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。